日本の超能力者といえばですね、この人しかいません。清田雅昭さんです。わーい、お願いします。お願いします。かつて一大センセーションを巻き起こした男、清田雅昭。そうです、あのスプーン曲げの清田くんです。そのテレビに出た時になんかインチキ疑惑が出たとかいう。あ、インチキ疑惑は何回かね、はい、何回も出てくるんですよ絶対に。やっぱその日の体調とか、一番ブームの時って本当に毎日のようにこう取材があったり、うん、その実験があったりできなくなったんで、例えば、ね、それは他のテレビ局なんだけど俺できないっつって、それでそれゴールデンタイムだったんだけど、お前できないっていうのはちょっとあれなんじゃないかって、この番組にいくらかかってると思うんだって、結構その時20代まだ21ぐらいの時だったから、俺どうしようかなと思って、で俺ある程度柔らかくなって、そんで力を加えたら、力を加えないとできないって言ったら、それでもやれって言われて、そういうフェアじゃないことをやったから、まあ、2時間、清田手でスプーンを曲げたとか言って、それが今から20何年前。へー、だから結構厳しかったけど、ある友達がお前やっぱりすげえなって言われて、お前手でスプーン曲げただけで2時間もテレビ出れるのお前ぐらいしかないすげえ、スーパーポジティブじゃないですか。やっぱり各々得意分野みたいなのあるんですか。だから大雑把に分けると、その受信的な能力と送信的な能力、ほう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 、だからこういうスプーン曲げとかうんぬんかんぬんはなんていうのかな、送信的な能力、それで送る方で、テレパシーとかなんとかっていうのは受ける方、投資とかで、俺の場合はどちらかというと送信的な。ちょっとごめんなさい。お話ししてるかな。すっごい気になるんですよ。じゃあやろう。ごめんなさい。この子ね、飽きっぽいんですよ。それでは実演開始です。じゃあ5分間ぐらい。ちょっと皆さんも集中してください。はい。本気でやろうぜじゃあ。最初見た方がいいんじゃないかな。すごいなぁ。すごい。曲げるどころかスプーン切り、すごすぎです清田さん。清田さん、はい、今後の活動は。今俺は祈りと踊りをミックスして、うんうん、お祈りって言うんだけど、ちょっとふざけてんだけど、お祈り、はい、日本の人たちっていうのは頭の中で今考える癖がついちゃってるから、ちょっとアジア中をこう回ってって、そのままヨーロッパ行って、ヨーロッパでいろいろダンスシーンの友達とかがいるんで、その辺のやつらとコラボレーションして、で日本に帰ってこようかな。それはまあこういう、今日はあれなんだけど、これはブツブって言って、まあここでやるっていうよりも、今度本当にちゃんとしたまあ野外とかでね、ちゃんとそのお乗りというかなり動く踊りとしてもすごい激しいものになると思うんだけども、その辺でちょっと世の中を楽編にしようっていう楽編化計画っていうのをやります。何ですかその顔。いやいや、そのすげえ熱く踊った時にこれが折れちゃったら面白いな